私の名前は松永瑠衣子。今は小学校で先生をしている。被爆三世の私にとっても核の恐怖はすっかり過去のものとなっていた。そんな時だった。あの事故が起きたのは、原子爆弾と原子力発電所、そこにはどんなつながりがあるんだろう。人がいない。自分の背中をゾロ引いて逃げた。自分の背中をゾロ引いて放って逃げた。何キロで爆弾ができるか、はい、わずか6キロ。6キロ。だいたい今47トンというと、まあ、6000発以上はできる。6000発。再処理工場では使用済み燃料の中から再び使うことのできるウランとプルトニウムを取り出します。なんかそのプルトニウムっていうものが危ないっていうのを分かって、ものすごい恐怖を感じてるんですけど、うん、その技術が安全に有効に使われることをずっと夢見て努力してきたと言えると思います。今までの歴史に何を学んできたんだろうっていう。放射能の恐ろしさを一番知っていたはずの日本人。